どうもさんこんばんは、青くチャンネルだーん。今回なんですけども第532回ロト7解説動画やっていきたいと思います。でー、はい、と今回ですね532回、大阪抽選の後の解説でございます。でこちらに関しましては、まあ正直大阪抽選のデータ、このロト7に関しましては、東京抽選と分けて数字入れておりますので、単純な話、その1個前の解説とあんまり変わらないというところでございます。はい。なので、まあ、見てくださる方のためには、まあ、おさらいも含めて、まあ、ちょっと今回ね、こういう話だよね、こういう部分もあるよね、こういったことあるよねっていう、まあ、違う話なんかもね、織り交ぜながらさせていただきたいなと思っております。では、早速ですね、解説動画やっていきたいと、あまや、企画戦金。はい、行きましょう。まず、ロト7ですね。最近の傾向なんですけども、こちらでございます。はい、まず、ここでよく見ておきたいのは、あれ回ですね。今のところ、10回のこのデータで見ると、2回だけ。なので、まあ、一時ちょっと、いやいや、ひどくないっていうぐらい来てたあれ回が、まあ、ちょっと落ち着きムードあるな、というところではあります。ただ、ちょっと気をつけた方がいいのが、例えば今回ですね、532回、東京抽選の方がボンと入った場合、10回で見ると、521回が消えてしまう状態になりますので、じゃあ、10回中1回になるやんっていう話なので、おそらくちょっとね、今回、ちょいあれぐらいの感じの雰囲気は醸し出てるんじゃないかな、というふうには思っております。はい。で、一応まあじゃああれ替え対策ね、あり得るよねっていう部分で踏まえてみるとこちらですね。1の桁、10の桁、20の桁、30の桁、どれが一番よく出てますか？はい。2回ですね、出てるので、10が4つが1回、20が4つが1回ということで、私の定義としては、あれ替えは、まあ、4つ以上ですね。同じ桁のものが来たら、あれ替えだよというところなので、まあちょっと気をつけて配備するんだったら、まあまあ今の傾向で見ると、まあ10を4つ並べるか20を4つ並べるかどちらかじゃないかなというところがまあ分かってくるわけでございます。はい、行きましょう。ロト7ですね。全開催分の出現ランキング等々ですね、見ていきたいんですが、こちらでございます。で、この表、まあ、毎回申し上げますが、まず、この表は縦に見ていただきたいです。で、僕はもう一番最初に出た番号の、この列のことを1列と言います。一番目の数字を1列目って言います。次に、だから2があって、3があって、4があって、まあ最初に7列まであるという話でございます。で、ここで、白いとこ出てなくて、色がついてるところから出てるというもので、まあ、色が濃いところがたくさん出てて、薄いところは少ない。そういった表でございます。で、これね、特にやったことない人とか、買ったことないし、ちょっと一回ぐらい買ってみようということで、たまたま僕の動画に行き着いたという方がいれば、まあ、ぜひですね、聞いていただきたいんですが、やはり、1列目の番号、一番若い番号ですね。で、どっからどこまで出てるんだろう、みたいな風に考えることあるじゃないですか。まあ普通に考えたら、まあ29とかも別にないことないよね、というふうに考えることはできるんですが、実際厳密ないです。29ありません。今のところ一番でかい数字で始まったっていうのは21なんですね。で、今現状ロト7というものは10年間やっております。10年で一度しか出ていないもの、それは一番若いところで20スタート、21番スタート、この2つだけです。はい。なので29番、もちろんね、出ないよ。必ず出ないよというわけじゃありませんが、ただまあ、ほぼほぼ出ないに近いので、じゃあ一番若い番号29番にしようぜとか、まあ、極端な話ですね、言い換えると、全部30番台にしちゃえっていうのがどんだけ無謀かということがまあ、わかるよね、というところでございます。まあ、とにかくまあ、こういったとこ見ると、一番最初に選ぶべき数字も見えるし、やっちゃいけないことがわかるというところでございます。それがまあ、いろいろね、各列、癖が存在していて、明らかに偏っているのはやっぱり一番最初の先頭、そして一番最後の7列目。この2つは絶対的に偏ります。それはシステム上そうなんです。ロト宝くじって、まあこれ表を特に見たらわかるんですけど、こうね、上から下にこう、わーっとこう下っていくようになるので、まあこれはもう仕方ないですね。若い番号、その次若い番号、その次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 っていう形になるか、まあ絶対そうなんですけど、まあ1列目とつまり7列目はちょっとやっぱり偏りが出て、出ないところっていうのはまあかなり絶対的に出ないところと、なんかわかんないけど、よく出てないところっていうのも非常にわかりやすいので、こういった表にすると、まあ見やすいですよ。わかりやすいですよ、というところでございます。で、出現エリアですね。列ごとに文字起こしするとどうですかということで、こちらでございます。はい。で、これ見ていただくと、まあ、どこの列がね、例えば1列目、1から21ですか。なるほど。
4列目、5から33の間なんですね。なるほどというところではありますけども、まあ、そこの、まず押さえていただきたいところと、プラス、列ごとに、難易度違うんですよね。まあ、要はその何個の番号で、形成されてるかによって、太ければ、幅がね、広ければ広いほど難しいし、狭ければ狭いほど、簡単だよということでございますから、7列目に関しましてが一番簡単でございます。18個で構成されてるので簡単。じゃあ、難しいところっていうのは今現状で見ると、5列目の30個でございます。で、まあ、18個一番簡単じゃん。じゃあ、1列目21、まあ、誤差言って知れてるじゃん。3つじゃんっていう話なんですけど、まあ、確かに、理論上は1列目と7列目は簡単になるはずなんですけど、でもやっぱり、細かーく見ると7列目の方が簡単だね。1列目の方がやっぱりやや難易度は高いというところでございます。で、これまあ、持論なんですけど、難しいところに時間かけても難易度変わりませんから、徹底的に僕時間かけるんだったら7列目。もうなんだったら18個っていうのをヒントに、もう20から37までとりあえず一通り全部入れますっていうぐらいはやってもいいと思ってます。いいと思ってます。ぐらい、確実に取りに行きたいっていうのが7列目だよっていうのがわかります。はい。じゃあ、先ほどの一番最初の表ですね。各列ごとに見たときに、どの番号がたくさん出ているっていうのを見ていきたいんですが、それがこちらでございます。はい。で、この表ですね。これは横に見ていただきたいんですけども、まあ、わかりやすく言うと1列目の1っていうのが一番よく出てると。96回だと。じゃあ、その次って2なのか。いや、違う。実は3と4が67回なんだというふうに、まあ、各番号的に、まあ、何回出てるよっていうのがわかると。それのトップ5。列ごとにまとめている表なんですけど、まあ何が何回出ているかっていうのは非常にまあ大切なことでもあるんですけど、まあ正直僕あんまり重要視していなくて、どちらかというとこの表でよく見ていただきたいのは赤色文字が点灯しているか否かというところですね。で、それで見ていくと、まず1列目に1ありますと。2列目、5位のところに13あります。3列目、13と11ある。で、4列目、13と23。で、5列目、23、27、28。で、6列目、30、34、29。で、7列目、34ということで、まあ、各、まあ、ちょっとばらつきはあったりとか、各列に1個っていうわけじゃないんですけど、とにかくまあ、正解が潜んでいましたね、というところなので、ね、何かを指標として、教科書として使うのであれば、その教科書に絶対的に答えが存在しているものを使いましょうね、というふうに僕はまあ、毎回お伝えしているので、まあ、絶対数、数字としては、まだまあ正直、不完全なところ、まあ要は数が多いやんっていう意味で不完全ではあるんですけど、まあこの段階で書く、まあ運が良かったら、まあ結構一等あたりとか狙えるじゃんっていうところまで結構データとしては揃ってると、当たり番号が潜んでいるんだというのはまあ間違いないので、まあここはここで使えばいいかなと。いうふうに思っております。まあ、他もね、もちろんこの後に、別のデータの、こっちも見てみようぜっていう形でお話しさせていただくので、そこも見ていただきたいんですけども、で、他、何か学ぶことあるよねということで、まあ、各列ごとの、よく出ている数字たちを集めているので、どの桁が多いかっていうのを見ていけば、基本的な型見えるよねということで、こちらでございます。はい。で、1、1、10、10、20、30、30。これが、基本ですと。いうところなんですけど、まあ、ロト7に関しましては、まあ、昨日ですね、出しているロト6の解説動画の方ではお話したんですけども、桁を抜いた方がいいと。まあ、ロト7、6は43まであるんで、桁データ1、10、20、30、40の5つの桁で構成されているので、桁を1個バコンと外してしまうことなんかも、まあ、一つの戦い方だなというところもあるので、まあ、そういう戦い方をしているんですけども、このロト7宝じゃ、ここ見ていただく。とりあえず全部出るよね、桁って。まあもちろん毎回全部出るわけじゃない時もあるんですけど、まあでも基本的にだからそうなってるから、全部カットはやめた方がいいっていうのがわかりやすいわけですね。まあめちゃくちゃね、凄腕だぜっていう人だったら、まあ例えば1から9あったら、まあ半分減らすみたいな。10から19の間半分減らすみたいなことしたら、まあかなり、母数としては狭くなるんですけど、ただまあ、一つの桁結構もう確実にカットしちゃえっていうのはちょっとリスキーだねっていうのがまあまあ分かっていただけるかなというところでございます。そしてこの数字ですね。はい、削除しにくい数字というものがね、10個存在しているんですけども、これ何っていう話なんですが、まあ私の解説としましては、出る番号これですっていう話よりも、出ない番号多分これだよっていう話をよくするんですよ。で、理想を言うと37個の中の僕30個外れ番号を探したいんですよ。
で、残ったらじゃあ7つじゃないですか。じゃあ別にそれが20個でもいいわけじゃないですか。じゃあ20個で大成功した場合、いい単純に17個の中に、本筋が7個あるという状態になるから、僕はそっちの方が効率いいと思ってるんですね。で、それに当たって削除したらちょっと危ないよねって番号がこれなんですよ。で、これなぜかというとこちら。はい。で、この表を見ていただくと、毎回ごめんなさい。同じところばっかり言いますが、例えば1列目の5、4位ですね。で、2列目の5、これも4位なんですね。はい。で、他の番号も、各、要は、1列でトップ5に入っているものなのに、他の列でもトップ5に入るという状態になっている数字っていうのがこの10個。なので、削除しちゃダメって話じゃなくて、削除するのちょっと気をつけよ。他の番号先見よ。っていう風に、最終選考として残しておいてもいい番号じゃないかなというふうには、思っております。はい。では、この表なんですけど、極端な話、列ごとに1個ずつ抜いてしまったとしたら、でも、1、13、11、で、23、で、28、30、34とかなんですけど、ちょっとむずいやん。というところもあったりするんで、一個ずつ抜くっていうのはあんまりお勧めしておりませんので、では、列を解体した場合ね、もっと選びやすくなるんじゃね？で、まずそもそもこれって何個番号あるんだと。というところを見ていきたいんですが、こちらでございます。はい。これね、非常に面白いですね。36個の番号で構成されているので、つまりここにない番号で一つだけ、33番だけなんですよ。トップ5に入らなかったっていう番号でね。はい。これどういう意味かというと、じゃあ33番って出ないんじゃんってっていう判断もできるかなというところです。ただ絶対ではないですが、ここ36個番号ありますから、もちろんこの中から7つ出る可能性多分にあるので、そら正解案として成り立ってるよね。当たり前だねって話になってくるので、じゃあここだけだったらちょっと、まだむずいやんと。結局じゃあ1個しか、出ないよねっていう番号を選べ出せないので、他もまず見ていこうというところでございます。はい、行きましょう。今回はですね、逆、出現が少ないアンダーファイブのデータを見ていきたいんですが、こちらでございます。はい、で、このアンダーファイブのデータですね、これもう、もう言うまでもないですね。出にくいです。非常に出にくいです。ただでも、この列でっていう意味なので、そこは気をつけていただきたいんですが、1列目に一番若い番号を選ぶべきって何番なの？やめた方がいい番号何番なの？ 16 番、20番、21番、なぜならば10年に1回しか出てないからっていうところで、1位のところね、そこの列に配備するのはやめた方がいいよっていう番号でございます。はい。で、とにかく、あれかいっていうのも難しかったりするんですけど、単純にここから番号出たりすることもあるので、めちゃくちゃむずいぜって番号よく出ると、それはもう単純に難しいからですね。だから僕思ってるのは、あれかいは、難しい番号を僕は選ぶより、このあれかいの方が攻略しやすいはずだっては思ってるんですよ。理論上はね。だって統計で見たらこんなね、バカげた10年に1回しかとか2回しか出てない数字なんか選ぶわけないじゃないですか。だって出ないんだから。それも本当にそれ出たら万馬券ねみたいな感じで、当然10倍ぐらいしてくださいよっていう風にしてくれるんだったら買ってもいいんですけど、そういうわけじゃないじゃないですか。なので、ちょっと、ここの表は非常に僕は役立つ表だと思っております。じゃあさっきの、データですね、いわゆる前回細分の、ここから買った方がいいよねっていうデータをとこれガッチャンしたらどうなのというのがこちら。はい。でこれ横に見ていただきたいんですが、赤色のところがいわゆる、前回細分で出てなかったところで、紫色が今回のところというなっておりますので、これができる限り小さくしたマックスの表なのかなと思ってます。これ以上はもう狭くするとちょっとリスクも生じる感じかなと思います。はい、行きましょう。直近10回のね、最近の流れ見ていきましょう。トレンド数字でございます。こちらでございます。はい、この表ね、もう白いところ多いですね。なんたって10回開催でございますから。非常に少ないわけですよ。だから白いエリアが多いわけですよ。でもここ色濃い数字がないので、特定の番号がたくさん、毎回毎回その列出てまーすっていうのはないんです。ないんです。はい。なので、同じ番号ばかり買うって方も結構いらっしゃったりすると思いますが、あんまり、10回の、データで見ていくと、張りすぎたら危ないんじゃない？って5回とか4回、4回までかな？
なんとなくなんですけどね。まあ、それ自分が買うのやめて、またそれ出たらどうしようとかもちろん思いますよ。思いますけど、ただまあ逆に10回で見て、じゃあ一番最初1年目4しか買いませんみたいな感じでやって、10回でもう3回ぐらいなんかわかんないけど、ポン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 って当たっちゃったら変えた方がいいです。そういうふうなこともまあ気づけるかなと。いうところでございます。まあ出ないやつも結構ね、わかりやすくなってるし、さっきのものよりも明らかに狭くなってるから、まあ選びやすくなるデータが抽出できるんじゃないとは思ってます。では出現エリアなんですけども、こちらでございます。はい。で、ここを見ていくと、今現状なんですが、6列目と7列目、この2つが簡単ですよ、9個の番号ですよというふうに出ております。で、難しいところは逆に2列目ですね、というところですね。で、6、7列目ちょっとこれ取れそうじゃないですか？結構いい感じに、まあ番号的にまあ結局じゃあ両方取るってなると、まあその 9×9 とかになってくるのかな？ 9 の2乗とかになるのかな？わかんないです。それぐらいの組み合わせを買わないといけないんですけど、まあ、だったら7列目確実に取りませんかと。まあ9個買っちゃえばいいじゃんと。29から37まで、びっしり並べますと。で、6列目選ぶときはまあ、ちょっとね、とりあえず25から33の間なんだけど、まあ、うまいこと組み合わせいったら、まあ、二つ丸つくというようなことも、まあ、できなくはないかなというところでございます。で、同じくですね、トレンド数字の、上位の番号たちをピックアップしたのがこちらでございます。はい。で、ここはまあ、何が何回出てるよ、みたいなことがわかるんですけど、とりあえずまあ、表の赤文字がどれぐらいありますかって見ると、まあ、パンと見たら単純に、まあ、各列に、赤文字絶対あるよねということです。ございますか？まあ、何じゃかやっぱトレンドがね、一番使いやすいかなというところでございます。はい。で、トレンド。ここも、まあ、極端な話、ばらしちゃったらどうだと。まずそもそもここ何個あるんだよというところでございますが、それがこちら。はい。で、ここ見ていただくと、32個の数字で形成されております。そして、じゃあここの中に出てないのって5個ありますねっていう番号が下に出てます。で、さらにその下なんですけど、まあ3回以上の出現ですね。まあ僕、ロット7の直近10回で4回から5回っていう、この列ごとにね、同じ数字が出るっていうのは、まあ非常に少ないことだと思ってるので、ということは、まあ3回がほぼマックスだろうという意味合いで、これですね。各列ごとで3回以上出てるものをピックアップ4つしてると。いう状態です。はい。ただ、まあ、削除数字って 100% 成功させるっていうのはもう正直難しいんですけど、ただでも、10個ぐらいだったら僕できると思ってるので、まあ、常に僕も成功してるわけではありませんけども、ただ、まあ、結構成功してることあるし、失敗してもそれでも取れるっていう状態になったり、することがあるので、まあ、何かしらが減らす方が37分の7よりも、ね、極端です。30分の7の方が取りやすいわけじゃないですか。そういうふうにはまあやっていけば僕はいいかなと思うので、まあ、削除方法ですね。まあ、どっち使うかもそうだし、まあ最後もちろんまとめてお話しさせていただくので、まだ今からですね、ちょっと少し違う側面のデータのお話していきたいと思います。はい、行きましょう。変化法での出現予想でございます。それがこちらでございます。で、変化法っていうのはそもそも何ですかっていうことなんですけど、例えば7って番号は前回出たと。じゃあ出るよねっていうの、6とか8だから両隣の番号出るんじゃねっていうふうに言われているんですよ。で、確かにまあちょっとそういう節もあるんですが、で、とりあえず直近4回分ここ並んでます。で、これだったら結構詰めれるんじゃないということで、ここ重複番号を抜いていくとここになります。33個の番号で構成されていて4個ですね。まあ、4個出ないんじゃねっていう意味合いで16、17、36、37。いいですね。なんか36、37出ないってなんか、僕的には心地いいですね。僕的にはね。はい。では削除番号の各指標別データの見込み数字見ていきたいんですが、こちら。はい。トップ5えぐいね。1個ですからね。はい。で、トレンドで5個で、トレンドの3回以上出現が4個。で、変化法が4個。ということで、まあ、ちょっと重複しているやつもあるかもしれ、あ、ないな、これ珍しいですね。ほとんどないですね。で、まあ、これ全部足したら、9と5と14と15個、15個削除ね、してみて、まあ、今回ちょっと面白いかなとは思っております。なんかまあ、でもまだそれでも番号多いし、まあ、奥チャンネルが何やかんや言っているけども、まだ結構そのエリアで見て、一列で見ても、まだ結構多いし、もっと減らしたいよっていう方はこれ使ってください。奇数偶数割合です。で、上が前回最後で、下がトレンドです。はい。で、ここ見ていると、今じゃあ奇数強いのってどこですかってなると、まず共通しているところで1列、2列ですね。
で、その時は7列。これで、あ、あと4列もそうです。というのは、まあ、奇数強いぜっていうところの、さっき出した幅のね、エリア数券で何番から何番で、みたいなやつの偶数抜くっていうことをね、やると、まあ、大体半分ぐらいになると。ということでございますから、まあ、僕としてはおすすめ結構1列7列あたりですね。で、どちらかで使うのがいいんじゃないっていう、そうすると番号バーンと減るんで、まあそういうことなのかなというところでございます。まあ必然的に見たら、まあじゃあ30番台って、じゃあ偶数いらねえじゃんみたいなね、感じにもなってくるので、まあ減らしやすい形にはなるかなというところでございます。はい。では最後にですね、私購入しているこちら。はい。これが、まあ、エリア購入法、網強という買い方なんですけども、ひとまずを簡単に説明すると、1から37までの番号を必ず全部買いますと。で、ただ買うんですが、まずその中で内訳として、10個ですね、グレーになってるところ、ここに、まあ、出ないよねっていう番号を1個寄せます。で、ここが成功した場合、まあ、27個の中に、ボーナス数字と、当選番号が収まるという形になるので、まあ、比較的に狙いやすくなるはずだと。で、さらに、ちょっとこうね、一個ずつ買っても、もうあれだからっていうので、こうね、ずらして買っていくね。番号を上にバーっと並べてて、こうずらして買っていくと、まあ結構お尻の数字と先頭の番号が、次の二口目で一緒になったりとかして、まあちょっとずつずれずれしていって、よくあるのが、まあ前三つ、一口目買いました、前三つ合ってたんですよね、とか。結構ある話じゃないですか。で、じゃあその次ですね。買ったのは後ろ四つ合ってました、みたいなね、こと結構あったりするってよく聞くんで、じゃあそういうのを意図的にちょっとこうなんか自分の中でこうクリアさせていこうぜっていうのはまあこういうずらして買っていくという形になってます。一応まあ費用としては3600円かかってしまうのでまあまあコストとかしては高いかもしれないんですけどまあ僕この買い方でなんとかね高額当選狙える買い方だと本当に思ってるのでまあちょっとまだこのペースでね、使っていきたいなと思っております。はい。では、今回ですね、解説させていただいたんですけど、前回ね、ちょっとすみません、ドタバタの中で、まあ、6と7の、当選結果の方を出したんですけど、まあ、一応7の方は当選していたので、今回、まあ、ちょっと900円ではあるんですが、まあ、3口ですね、ちょっと追加という形で、購入していきたいな、というところでございます。まあ、ちょっとね、今回、まあ、でも、わかんないけど、まあ、とりあえずやるしかないね、というところかなと思っております。では皆様、当選結果の動画でお会いいたしましょう。ご視聴いただきましてありがとうございました。